ですよ。カメラどこ？カメラそれね。はい、はい、7時を回りましたので芝目 TV 始めさせていただきます。はい、こんなでいいかな。よよよよ、いいか。はい、さてさてさて、あれどこ行っちゃったよ。何が？髪が。え、あったあったあった。さてと、はい、今日は6月の16日月曜日7時を回りました。芝目 TV 始まりさせていただきます。さて今日はもう23回目なんですけど、先週はですね、男の子が一度は憧れるもの、バイクとボクシングを本当に職業にしてしまったという。え、すごいですね。GS モータース代表工事ボクシングジム鈴木誠さんに来てもらいました。さてさて今週はですね、逆に男らしいから一気に可愛らしい、育児雑貨、育児雑貨です、うん、育児雑貨クリエイターメイビーズ秀子に来てもらいました。拍手。イエーイ。はい、さあ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 、まあね、秀子ちゃんとは、自分は一番絡みあるって言うとあれか、ハピママカフェですね。うん、静岡の駿府匠塾で、季節に1回くらいやるような感じのイベントなんですけど、あれは育児ママさんたちを応援しようプログラムみたいな感じだよね、うん、子育ての支援の、ママに楽しんでもらったり喜んでもらえるようなイベントですよね、うん、リフレッシュ、はい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 、その時にいつも一緒に横で、だいたい隣ですよね。だいたい隣だね。だいたい隣、うん、そう、だから前半戦はね、だいたい僕が君のお手伝いをして、後半戦は、ゆっくり私商売しますという感じで、やってるんですけど、まあ育児雑貨クリエイターって言っても何作ってんのよっていうと、まあ見ながら行きますか。はい、うん、何から行きましょうか。まあやっぱ君の代表作といえば、代表作といえば、あの僕がよだれかけというと怒る。ぜひ柴田さんにねつけてもらいたいぐらいですけどね。本当は、はい、お見える、うん、かな。そう、いいよ俺もさ、うん、こんなねカラフルな可愛らしいよだれかけと言わなくて、今はスタイと言います、うん、スタイという、まあ、よだれかけですね、平たく言うと、うん、だけどこれリバーシブルになってて、すごい可愛いんすよ。で中にもそうふわふわが入ってるんで、うん、ね、なんか感触もいいし、よだれを吸収してくれるように作ってます、うん、こうね、こう、うん、そう、なかなかね、まあ、ハピママカフェ自体がさ、お母さんたち大変だから、まあ、子育てが大変じゃなくて子育てを楽しめるようにどうしましょうっていうテーマでやってる中で、この結構最近だんだんじわじわとお母さんたちもこう市販品のものからこういうような手作りでこうポップな感じのものとかいろいろ出てきて楽しんでるかなって感じは男性の僕らから見ても感じるんですよね。ね、そうだとありがたいんですよ、うん、こうお母さんたちもやっぱ特別感っていうか、ちょっとだけねこう自分にとって特別があると子供にも特別っていうので、うん、外に出かけたくなったりとか、はい、まあそれをつながりにしてお友達を作ってもらえると、うん、とっても私も嬉しいんですけどね、うん、そういう風に言ってくれるママさんちもいるので、うん、そういう声にすごい私も励まされて、じゃあもっともっと頑張っちゃおうかなっていう、うん、まあ自分がまあ興味を持ってなかったからかもあるのかもしれないけど、結構秀子ちゃんのこういうのが出てきたのによって、この辺のお母さんたちもかなり最近な、結構あのこう志田地区というか、志田地区出てますね、うん、島田、藤枝
出てきますね。あたりはね出てきてるから、もともと静岡の方では結構名が売れてましたけど、いよいよ静岡県中部全面制覇に入ってという感じでなるといいんですけどね。ちょっと目指してますよ、これがね、あの食べこぼしたやつがこうここに受け取ってもらえるようになってる、なってます。これはこれでビニール製なので水を弾いてくれますし、あ本当だ、中がねここがそう中もなので、ボタンは取り外しできるんですよ。おでさらに便利な機能が実はあって、これを、まずほうこう、まあ、ボタン外してもらっても外さなくてもいいんですけど、半分に折って、こうちょっと下に下げて、すいません、くる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 、この状態になってボタンをパチで止めると棒状になるので持ってきやすいですし、帰りもこう汚れたらすぐにパーって入れてビニールにポーンと入れてもらえれば片付いちゃうわけですよ。まあ彼女ね、やっぱあのこう見えなんか可愛いお姉さんですけど、あのちゃんと育児もしてる本人なんで、やっぱ現場のすごいな、そこまで機能があるのね。そうなんですよ。よくさこれのほらなんかこうカエルさんとかさ、そんなようなのでありますね。もっとプラスチックっていうか、ごついやつが出ますね。ゴムかプラスチックかわかんないけど、こうクロックスみたいな感じのこう風に見えるようなやつとか、あれだと持っていくっていうと確かにすごい立体でちょっとねお邪魔な、すごいな。なのでこう家の中だったら、なんかカンカンとか、ペン立てみたいのに立てとけば、スッて出せてスッて使えるんですよね。そうだね、これなら本当にこぼしても、まあ、水でバシャバシャって洗ってとりあえずそのまま拭いとけばある程度はいけるもんね。そうなんですよ。あの、アルコール除菌とかのスプレーとかしてもらってさーって拭いてもらってもいいんで、結構多分ママさんたちはアルコール除菌機は持ってると思うので、そういうので拭いていただければ簡単に、この人にかけてかけちゃいます。こんな感じで、ですね。まあこのスタイがとにかく彼女は今まあ可愛いスタイでまずはバーンと来たよねって感じだよね。バーンと来ましたね。もういつの間にか、自分でもちょっとびっくりしてるんですけど、でも何枚か持ってますよってこう写真を持ってくれる、送ってくれるお母さんたちに、こんな持ってるのって自分でも私も持ってないよそんなにって思うぐらいなので。そうなんだよね。で彼女のは本当にハピママカフェではもうこの作品を狙って朝から行列ができてる状態で、並べて選ばれて、はいオープンですって言うとお会計作業で終わっちゃうという、それを僕の中では勝ち組って言ってるんですけど、こうやっていじめるんです、そうだけどね、それでまあ静岡すごい子いるなと思ってて、それこそね自分の地元である島だとか藤枝の方のそういうところへ出てもらってね、最初はまあ確かにその知名度もないし、まあ可愛いのが来てるねって感じだったけど、真っ白なところから始まったんですよね。だけどね逆にそこなら買えるという、逆に遠くからわざわざ来てくれる人ができてきたという、そういう面白い現象も起きてきたりとか、やっぱこういう作品と君のキャラで人がこう違う地域まで動くってことが起きてるんですよ。すごいよね、島田のお客さんはね、こう志田地区のお客さんはめちゃめちゃ熱いんですよ熱いよな、すごい来てくれた時にこう私よりもテンション高いので、元気もらってますよ。島田地区もいろんなところでこれから西部の方委託店舗も増えるんで、またぜひ見ていただきたいと、また詳しくはブログとかね、そういうところで見てもらいたいと思うんです、でその他にどんなのが今これから夏なので、お出かけグッズや帽子ですね。これは子供サイズなんでしょ。そう、子供サイズ、大人サイズもね、オーダーがあれば作ってますんで、お母さんやお父さんとお揃いっていうのもできますので、やっぱ
そうだな、今でこそさ、こういうもう柄物と柄物色物とかをごちゃ混ぜなのが、うん、まあまあまあ見るようになってきたけど、最初見た時結構衝撃的だったからね。裏はパンダ、裏パンダです。裏パンダの表は水玉とアルファベットとか、アルファベットとか数字の柄物。うん、やっぱこれそうだな、これをだからやっぱ見ておかしくないように並べれるのが君のセンスだよね。ね、あんまり考えないのでできるんですね。うん、だから考えないでさ、こういうのがなんとなくもう体の中のセンスでポンポンポンっていかなきゃさ、うん、そう考えすぎちゃうともう出てこないので無難な方向いっちゃうからね。そう、うん、でもまあトータルでだからだよね、やっぱ材料選びのところからすごく気を使ってるから、どれをどう並べても面白くなるっていうような感じはするよね。かわいいですね、帽子。これはサファリハットっていうんですけど、うん、ちょっと前にメイビーズではあの、うん、テンガロンハットっていうのがあったんですけど、うん、女の子にはちょっとかっこよすぎるだったんですよ。でこれ今回はちょっと男の子っぽいデザインなんですけど、うん、あの女の子みたくこうつばを下ろしたり、まあ、日よけにもなりますしね、うん、結構あとはもう男の子でかっこよく決めたいっていう、あとちょっと邪魔だなって思ったらこうサイドにしてくれと、昔のテンガロンハットと同じような作りになってるので、これもあの一つ楽しんで2ウェイ。あ、裏も可愛いものだねこれ。裏はね、アニマルのメイジのアニマルなんですよ。実は動物が隠れてるので、うん、これでお母さんとのこう話の展開ができたりとかするのもいいかなっていう。キリンあるねとか、ゾウさんいるねとか。うん、ここね、ちょっとこのカメラでは見にくいかもしれませんけど、うん、シマウマさんがいたりとか、カンガルーさんがいたりとか。結構いろんな柄が。これもね、楽しいですよ。そういうことね。で、続いては最近、うん、結構あのオーダーとかもたくさん出てるんですけれど、うん、はい、イベントでも結構たくさん出るようになったこれが、うん、トートバッグです。うんうん、じゃん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 。まママとママがね、うん、そうね、使うマザーズバッグとしてもいいですし、サイズが3種類あって、これが M サイズになるんですけど、中くらいなんだ。うん、そうだね。S サイズだと、まあ半日お出かけ。そうだもんな。L だともうちょっと一回り大きくて、うん、そうすれば1日お出かけの時に思いっきり入れていけるよと、うん、ここにちゃんとポケットがあって、柄です、これ羊さんがいるですね、うん、そうなんですよ。おお、かわいいかわいい。そうで、あのもう一つこれで一応うちでお揃いみたいな感覚で作ってるのが、うん、子供用のボディバッグっていうのがあるんですよ。はい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 。それだとあのお母さんと子供でお揃いで使ってもらったりとか、うん、ワンサイズ小さい S サイズであれば、うん、例えば子供の習い事用のバッグとかに使ってもらったりとかもできるので、うん、子供とお母さんとシェアしてもらったりとか、いろんな使い方ができます、うんうんうん、まあ、結構単純な作りなんですけど、うん、すごくきっちりとした作りをしてるので、うん、重たいものにも負けません、うん、そうなんだよね。またこの、まあ、カメラでは映しきれませんけど、この、まあ、こういう可愛らしい手作りだよと言いながら、かなりきっちりした縫い目、うんうん、作りも丁寧にしてあるんで、残念ながらな、ひでこの俺が使う場面がないんだよね。さすがに今度帽子作りましょうかね。そうだな、帽子かトートバッグぐらいにしてくれればスタイはね、さすがに便利そうだけどちょっと痛い感じがするから、もうつけててくれると私は嬉しいし、つけてもらいたいんですよね。いや、そういうところでね、大人用で、うん、あんま大人をいじらないうん、でもやっぱりあれだよね、ひでこちゃん自体がやっぱママさんであるから、まあ何でもよければ何でも、まあお金出せば、まあそんな高くないのもね、結構性能もいいのもあるけど、うん、性能もよくて可愛いのっていうとやっぱり、うん、作らなきゃ気が済まなかったんだろうね、もともと。そうですよね、なんだろう、お母さんが思ってるニーズとかを、うん、
すぐにこう反映させることができるのがハンドメイドのいいところだし、自分もやっぱこうだったらいいなとか、うちは基本的にやっぱ作りはシンプルなんですけど、丈夫さとかお母さんのこう洗濯が面倒だなとか、使ってシワシワになっちゃったら嫌だなっていうのをできるだけ解消するようにっていうのを大事に、使った後にねショックだったらやっぱ嫌なので、なのでタフさと、あと色で楽しんでもらう、そうなんだよね。やっぱり物作るときにその絶対的丈夫さは当然布製品だから、布までの燃えないとか言ってもそれは燃える、燃えますそれは分かってるけど、そのやっぱり普通に使ってて普通にメンテナンスしてればほどほど使えるよっていうところとかもね、やっぱりそういうところも考えて作ってくれっていうのがこう日本の物作りの人たちの大半は、かっこよければいいとかっていうんだったらね、いくらでもかっこよくトップクはできるけど、そうですね、やっぱその中間だよね、トートバッグなんかはこれはあの最近オーダーが結構たくさん来てて、その人によってオーダー内容が違うんですよ。中は防水にしてほしいよとか、あとは肩掛けにしたいよとか、これもうちょい長くとか、そう、コートースとか。でもね、あのその人にその人の色のトートバッグができるっていうのはうちのいいところですね。これは確かに、嬉しいと思う、なるほどね。まあこの辺で、あとはなんだそれ、あとは、これあんま見たことない人が多いと思うんですけれど、新作？新作といえば新作です。おこれは、一応ビニールのラミネート、いつも食事エプロン見てもらってる人ならわかると思うんですけど、ビニールで作ってあるので、外からは防水ですよね。あとはティッシュ入ってます、ここに。あ、はいはいはい、ティッシュケースが表からティッシュが入ります、うん、中はこうですね、例えばお出かけの時に絆創膏とか入れてもらったりリップとか、巾着、だ巾着じゃないな、小物入れにティッシュケースがついてると、ついてます。へえ。でこれ普段あの、食事エプロン作ってるとどうしてもでかく余っちゃうんですよ。ああそうだね、あれだけ立体でそこ区切ったりするとねなので、はいはい、あのそこから作ったので、ああなるほどね、リサイクルチックな部分も入りつつのここがもう、おーなるほど。なので今回のね、イベントがもうちょっとであるんですけど、今度からイベントで少しずつこうお手軽にメイビーズをっていうことで、ワンコインアイテムをこれで置いておきますので、ぜひよかったら見てください。あとはお小遣い入れとか、そうだね、小銭入れてもいいですよ。小銭入れて、小銭入れて子供とかが持っていく分にもいいですよ。ティッシュが入ってるから、あとハンカチだけ持っていけば、しかも落としてもこれだけ目立てばすぐ拾ってもらえると。すごい目立ちます、素晴らしいね。実はね、中もティッシュ中っていうか、ここ、ここおも実は柄が違って中も色がついてるので、また違う色とか違う柄とかになってるんですよ。見えないとこまで。これはじゃあお楽しみ、ね、そうですね、まあイベントごとにいろいろ、その時の出た布で作っていくから価格も抑えてあるしって感じで、なので、でもこれどうすんだよ。そもそもさ、朝一でいつもあれだけ混んでる人がこんなネタやるとまた朝一ですごい人が来ちゃうってことやないかいや、来てほしいんですよ、来てくださいぜひ。そんなひでこちゃんが、じゃ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 ん、今度イベント、イベントがあるんですよね。久しぶりなんですよ。なんとも3月以来、3月上旬から出てなかったので、こうでいいのかな、明るさが分かんないぞ、こうかな、大丈夫かな、なんか暗いかな、ちょっと手前の方が、こっちの方が、こっちの方が明るいですね。はい、イベント名が彩りです。彩り、そうだね、県内のショップ作家さんが、なんていうか、作り出す彩り豊かな世界をお楽しみください。雑貨&ハンドメイド彩り
アルファベットで色通りなのね。2014年6月28日土曜日、今月の末の土曜日。そう、うん、今月末の土曜日です。場所はグランシップ、グランシップ6階展示ギャラリー、はいはい、ホールの横ですね。あの横のあれだよね、こうエレベーターでこう、うん、登ってくるところに、あの下のでっかいホールじゃなくて、あの横の登ってったところのね、はいはいはい。他にはどん、うん、これはそうですね、人気のパンのシオンさんっていう、いつもあのバタープレッツェルがハピママとかで いろんなイベントで売り切れちゃうぐらいのそのパンの人が私の後ろのブースなんです。あとは藤枝のムードメーカーさんも出ますよ。あとは、うん、そうですね、でもハピママでおなじみの方も出ますし、うん、あの主催がエムズカフェさんなので、はい、エムズカフェさんとコレムさんっていうあの雑貨屋さんなので、はい、エムズさんの雑貨ももちろん楽しんでいただけますし、うん、コレムさんの雑貨も楽しんでいただけるので、あの雑貨屋さんから個々のこう、うん、ハンドメイドの作家さんまで、うん、いろんな作品を、うん、で私は子供雑貨は使ってるんですけど、はい、大人の雑貨もやっぱ豊富なので、うん、いろんな人が来ても、例えばこれはだからこそママさん雑貨だけじゃないよってことだね。うん、はいはいはい。なのでいろんなおばあちゃん連れてきても、ママさんとおばあちゃんで一緒に来てもいいですし、うん、親子で一緒に来てもらってもね、楽しんでいただける。もちろん独身の方でも。あ、遊び行きたいな。男の人でも大丈夫ですよ。うん、食べ物も、ね、ありますし、なんか、うん、私的にはいつもないイベントの中にいるので、新鮮な空気ですよね。すごい。興味ありますね。ぜひ来てください。6月の28日土曜日、はい、グランシップ6階展示ギャラリー、静岡だよね。静岡のあれは池田、まあ、池田静岡駅から東静岡駅、東静岡駅、グランシップがごめんツインメッセと勘違いしたあ、グランシップね、東静岡駅からですよ。はい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 、もう東静岡駅そのまま歩いて傘をささずに行けます。詳しいことは、うん、彩りは、はまぞう .tv。うん。スラッシュ。スラッシュ。詳しくはホームページがあるみたいです。彩り静岡で、キーワード入れてもらえれば、ネットでも出てきましたんで。はい。じゃあ、彩り静岡。で、詳しい、URL は、彩り .tv。amazon.tv で検索してみてください。10時半から16時30分までです。さて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 、そんなわけでですね、あとはですね、これをひでかちゃんのここで売るんだよね。で今のここでも紹介したこの、うん、出ます、出ます。ティッシュケース、トートバッグ、トートバッグも出ます。あ、出る。いくつ出るか知らないけど。はい。帽子は？帽子はこの他にもいろんな種類が出ますので、よかったら見に来てください。形も違うんで。形もチューリップハートとか、あともう一つ、これよりもつばの短いクロッシェとかも出します。うん、このスタイは？スタイはノーマルのスタイの他に襟付きのスタイを出しますし。あとは収納便利で組むとここにあるこのかぶったこのお食事エプロンの時の、も出します。これは売るその時、はい、はいはいはい。あとはそうですね、マグケースとか、うん、シレフキポーチ、おむつポーチ、うん、おむつポーチはちょっと形を変えてくるので、今までとはまた違った新鮮なものが出てきます。そうか。で、その他にどうしてもすぐに買いたいよ、見てみたいよっていう人は、そうですね、じゃじゃじゃん、じゃん、普段は委託販売、お店はないんだよね、残念ながら、ね、お店は残念ながらないですね。だけど、これは箱庭プラスさん、はい、委託させてもらってる、はい、箱庭プラスさんという高城にある、うん、はい、お店なんですけど、はい、雑貨屋さんで、うん、私の作品を置いてもらいつつ、オーダーメイドの受注もこちらの方で受けて
受け付けてるので、うん、ここでも受け付けてくれるの。はい、ここでだけでもね。詳しく言っときますと、静岡市葵区高城3丁目8-4、うん、箱庭プラス箱28プラスと書きます。はい、ネットでは、カタカナで箱庭プラスって検索してもらえれば、うん、ホームページが出てくるようになってます。本当に、うん、お店はね、うん、駿府公園の近く、溝内交番があって その近くになるので、うん、ちょっと看板が目立つわけではないので、うん、通っていると見逃しちゃうかもしれないんですけれど、うん、サークル K さんの本当近く、うんうん、でもモンマスティがあって、うん、その隣なので、レンガ作りの壁のお店なので、うん、これは箱庭プラスで箱28足すと、はい、書いてあります、うん、それを探して行ってみてください。はい、はい、その他に、じゃあ、まあ、ここで実物も見れると。実物、そうですね、いつも置いてるわけじゃないっていうわけじゃないんですけど、うん、在庫がある時は結構たくさん置いてあるんですけど、うん、ちょっと在庫が少ない時もあるんですけど、うん、そうですね、イベントが終わると増えますよ。了解です。その他、ひでこちゃんの、作品を今何作ってるんだろうとか、今度どんなの出てくるんだろうっていうのは、Facebook とかでメイビーズでいいのかな。そうですね、 Facebook が最近毎日更新してて、作品を結構メインに、うん、更新してるんですけれど、うん、ブログの方ではイベントのお知らせをメインにしてます。はい、あ、はーい。で、 Twitter は私の勝手な独り言と時々作品が素早く出てきたりします。じゃあ、Facebook もしくは、まあ、ネットとかで、ヒーデコ、メイビーズで引いていけば、で、出てきます。最新情報が。うん、はい、わかりました。というわけでね、結構こんな感じで、時間パツパツなってきたんですよ。もう時間なんですか。そうなんですよ。私多分まだ10分くらい。あ、まあ大丈夫、大丈夫。あ、もし暇だったら空撮しててくれれば、この辺で。そう、その他にもね、本当はね、もうちょっとパラパラとじゃあお見せしちゃうと、これが何？これは、ポシェットです。お子様がするポシェットと、隣はギフトで、うん、オーダーいただいたものを取ったものなんですけど、うん、こんな感じで、はい、お揃いのものとかを作ることもできます。はい、いいっすか。いいっすか。で、これが向きが横、うん、横、はい、横だからこっち、そう、はい、そっちです。では、上がさっきご紹介した子供のボディバッグで、下の方がだいたい私の作っているスタイルになりますね。いろんな種類があるんですけれど、たまにイベントによって変わりネタが出てきます。お、なんか大物の服みたいな。これはシマママの時に出したブルドンですね。へ、うん、ここまで行くの。うん、行っちゃいますね。まあ、気合が入ってたんですね。そうですね、これリバーシブルのブルゾンなんですよ。だから反対にするとまた違うブルゾンになって、はいはいはい、二通りで楽しめるっていうやつです。レアですね。これがこの前ちょっと、これはハピーママ限定アイテムの愛よの輪ですね、うん、これも結構この前お嫁に行ってくれたので、何に使うものかを知りたいと思うよ。うん、気になりました。みんな釣り革だと思いますよね、うん、大体、うん、別に釣り革でも構わないんですけど子供がこうちょっとトトトトトってこう歩き始めるとどっか行っちゃうと思うんですけれど、うん、その時にお母さんのバッグとか抱っこ紐、うん、ベビーカーですね、うん、につけてちょっとここ握っててってこう離れて欲しくない時に使うアイテムなんですよ、うん、なので愛よの輪っていう名前をつけてるんですけれど、うん、中身もふわふわです。そうね、うん、まあ釣り革の柔らかい版みたいな感じですけど、ね、ええ、癖になりますよ、うん、戻っちゃった、戻っちゃったよ、戻っちゃったのか、うん、戻ってないよ、あ、戻ったな、あ、これがリュック、いや、まだ考えてないですこれはリュックですね、リュックも出せたら出したいんですけど、うん、あとは隣は2円バッグをオーダーしてくださった方なんです、うん、あれじゃないよ、派手だよ、おかしいな、うん、おかしいな、やっぱどっからスタートしたんだろう。で、あれ、うん、で戻ったね、はい、一通り終わったね。 で、うん、で、これがトートバッグはこんな感じのも
出ます。別バージョンでこういうのも出ますし、うん、その時によって出るデザインも全く違いますので、うん、見たい人はひでこ、はい、気になったら来てください。ブログで見て今度のイベントの時ゲットすると、ゲットしてください。どうかどうか、もう見たりない。はい、まあそんなわけでね、やっぱりそうだよね、あのやっぱお母さんだからわかるそのなんか便利さとか、その辺がやっぱ本当に今のお母さんたちがやっぱファンについてくれてる理由だろうね。うん、ね、まあリアルに、うん、だってここにあのメッセージ今まゆみんさんから来ましたけど、子育て中にこんな素敵なスタイがあったらよかったな、孫に買うか、ぜひ、うん、うん、そうです、イケてるバーバーになってください。喜んでもらえたら何よりです。まあ今日はねこんな風にあの自分がママさんでもあり、可愛いお母さんがモテる、 お母さんが可愛いと思ってモテる、子供育児用品を、まあ今のところは布が主かな、布が主ですね、うん、時々変な方向に走ってますけど、うん、まあいろんな表現方法があるからね、うん、まあ近いうちではその彩りという28日グランシップであるイベントに出展してますので、ぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いします。はい、そんなわけであっという間の35分になりました、ね。はい、オーバーですね。はい、メイビーズのひでこ、うん、HIDECO と書いてひでこ、メイビーズひでこ、育児雑貨クリエイターメイビーズひでこに今日は来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの模様はこの後 YouTube の方にはアップされますので、またお時間があるときは YouTube の方でも、メイビーズ芝木 TV あたりで弾いてくれれば出てくると思いますので、ゆっくりご覧ください。そんなわけで今日の芝木 TV はこれにて終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。はい、続いては、はい、すいませんですよ。はい、違います。釣られて言っちゃった。